畑山和也君。日本共産党の畑山和也です。総括的な質疑ですので、総理にしっかりとお答えいただきたいと思います。TPP の審議は始まりましたが、協定文などの誤訳の問題、また SBS 前の価格偽装疑惑などが発覚をしました。しかし総理は TPP の批准を急いでいます。アメリカ大統領選挙で TPP が一大争点になりました。候補の2人が反対姿勢の中、総理は本会議で、国会で TPP 協定が承認され、整備法案が可決すれば最高賞はしないとの立法府も含めた我が国の意思が明確に示されますと答弁しました。しかしまだ批准の手続きを完了している国はありません。日本だけが前のめりで、後ろを振り向かったら誰もついてこなかったということはないのでしょうか。安倍内閣総理、ごめんなさい。また国民の声を聞いても早い批准を望んでいないというのが多数です。資料にありますが、共同通信による世論調査においても慎重審議を求める声は7割を超しています。また NHK の世論調査でも賛成反対どちらとも言えずよくわからないという方が半数を超えています。政府は約300回の説明会を行ったと昨日も答弁がありましたが、その結果がこれです。説明をすればするほど慎重に考えたい、判断すべきだということなのではありませんか。先にこのこと総理に聞きたい。安倍内閣総理大臣。慎重に審議をすべきだというふう世論調査が出ていることは十分に承知をしております。ですからこの委員会においても熟慮を尽くしていくということだろうと、このように思います。一方ですね、各種の世論調査で TPP については賛成の方が反対よりもおおむね上回っているということも承知をしております。畑山和也君。肝心なことはですね、早く承認するかではなくて、日本国民にとって TPP がどのような協定か徹底審議をして明らかにすることではありませんか。批准の手続きを完了していない国もただ様子見ではない状況にあることを総理ご存知でしょうか。国民から意見を聞くなどの機会を行っている国があるのは総理ご存知ですね。安倍内閣総理大臣。パブリックコメントの実施ということだろうと思いますが、政府としては交渉会合のですね、度ごとに関係団体等からの意見募集を13回にわたって実施をしてきておりまして、これまでに約200件のご意見等を受けたまっております。なおですね、オーストラリアやニュージーランドおよびカナダでは、TPP 協定自体の国会承認手続きはこれ不要でございます。その不要であることに鑑みてかもしれませんが、パブリックコメント手続きによってですね、国民の意見を聴取することとしているわけでございますが、まさに私たちの場合はこの国会においてですね、ご審議をいただいているということで、ご理解をいただきたいと、このように思います。畑山和也君。国会の審議はもちろんです。他国はそれ以上に心も砕いてこの審議を説明会やパブリックコメント行ってきているということを日本政府としても学ぶべきであるし、その前のめりの批准が先にありきのような姿勢に国民が不安を持っているということは指摘しておきたいと思うんです。先週私新潟県へ行きました。農業団体の方とも懇談をしましたが、 TPP はもとより農協改革、あるいは農地の企業所有、生乳の指定団体制度の廃止などに対して現場のことも分からずに頭ごなしに決めつける、あるいは総理は規制改革会議に言われるたびに意欲をなくすという声を本当に聞いてきました。知事選挙で米山候補が勝利した背景に TPP や安倍農政への審判もあったのは明らかだと思います。審議が始まる前に強行採決かの発言もありました。また月内に衆議院通過かの報道もあります。審議は始まったばかりです。
拙速な審議や採決は許さないことをはじめに強調しておきたいというふうに思います。それで中身に入りたいわけですけれども、改めて基本に立ち返って国会決議に関わって質問します。自民党は政権復帰を果たす前の2012年総選挙で嘘つかない TPP 断固反対ぶれないとのポスターを張り巡らせました。それに対して首相は、総理は聖域なき関税撤廃が原則でないことを確認できたから交渉入りを決断し今日まで至っています。で、交渉においては衆議院参議院の農水委員会決議を後ろ盾に交渉してきたとも述べてきました。で、その決議を守れたかどうか、決議の第一番目には米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源作物などの重要5項目を除外または再協議の対象としています。で、この間春の通常国会も含めた議論では一般論として経済連携協定には除外や再協議の規定はない、交渉の中で決まっていくものだとの答弁がありました。総理も同じ認識でよろしいですね。石原 TPP 担当大臣。総理も同じ答弁だと思いますが、その認識でございます。委員長、片山和也君。総理は同じ認識ですか。安倍内閣総理大臣。同じ認識でございます。片山和也君。それでは米で見てみましょう。これまで日本が結んだ経済連携経済協定の中で大きなものが日豪 EPA でした。で、この時も同じように決議が上がっていますが、重要5項目は除外または再協議の対象と決議をされています。交渉の結果、米は日豪 EPA でどのような扱いになったか総理ご存知ですか。総理。山本農林水産大臣。日豪 EPA におきまして、米につきましては関税撤廃等の対象から除外されております。片山和也君。日豪 EPA では除外であります。 TPP では除外ではなく新たに 7.84 万トンの輸入枠が設けられたことは事実です。で、本来ならなんでそうなったかと甘利前大臣に聞きたいところですが、報告を逐次受けていたという安倍総理に従って聞きたい、米は除外とするように交渉したのでしょうか。総理。石原 TPP 担当大臣。これは何度も委員会でご答弁させていただいておりますが、すべてが決まったのは締結したときなんですね。ですからそのときにすべて決まったということで、その途中の経緯、例えばアメリカ側から自動車部品の問題はいつ決まったのかという話は公になってないように、すべてのことは最後のところで決まったというふうにご理解をいただきたいと思います。片山和也君。途中の経過については今求めていません。日本において除外または再協議と委員会で決議が挙げられて、そのように米は除外してほしいと言ったかどうかだけを聞いてるわけです。先ほど述べたように報告を甘利前大臣から聞いていた総理、どうなんですか。安倍内閣総理大臣。従来から答弁をさせていただいておりますように、我々は国会決議を背景にですね、国会決議は当然、相手側も米側も他の国々も知っているわけでございますが、それを背景にですね、厳しい交渉を行ってきたわけでございまして、いちいちのやり取りについてはですね、ここでつまびらかにすることはできないわけでございますが、その結果ですね、我々としては国会決議にかなう結果を得ることができた。しかし、国会決議とにかなうかどうかは国会がご判断されることではありますが、我々としてはですね、国会決議にかなうものを結果を出すことができたのではないかと、このように考えております。片山和也君。日本側が除外してほしいと言って相手側が公開してやり取りがあったみたいなことまで聞いてないんですよ。後ろ盾にして交渉してきたというんだったら、その証明を見せてほしいというのは当然の思いじゃないですか。きちんと国会決議を後ろ盾に交渉したというんであるならば、きちんと除外を相手国に言いましたと、そう言えないんですか。石原 TPP 担当大臣。
大筋合意の前についても資料は提示させていただいておりますけれども、国会決議がなされた後ですね、国会決議の原文を訳してですね、その中に示させていただいているように相手国に示しているという事実は確認しております。政府としてやってるんですか。片山和也君、政府としてやったのかということです。石原 TPP 担当大臣、すでに公表させていただいている資料の中に、委員が今ご指摘の衆議院参議院での国会決議なるものをですね、英訳をさせていただいて相手国にお示しをさせていただいたということはもうすでに資料の中で公表をさせていただいております。片山和也君、資料として示したということですが、きちんと口で言ったかどうか。資料を示しただけで大事ですよ。ただの参考資料なのか、その資料の位置づけがわからないじゃないです か。 だから総理、改めて最後に伺いたい。先ほど述べたように、この決議が守られたかどうか、この交渉過程はつまびらかにできないということは言ってきました。しかし先ほどからあるように、国会で判断するにおいてはきちんと除外のまたは再協議と政府が言ってきたかどうか、全部出せと今言ってるわけではないんですよ。その最初のところで言ったのか言わないのかはっきりさせてください。安倍内閣総理大臣。国会においてですね、この我々国会決議を守ることができたかどうかについては、まさに結果についてですね、それはご判断いただくことであろうと、このように思うわけでありまして、我々は当然国会決議を先ほど背景としてですね、しっかりと相手側にそれを示しながら交渉してきたわけでございまして、交渉者がですね、何を言ったということになればですね、相手側の方もですね、ではそれに対してどう答えかったかということを問われていくことになるわけでございまして、そうなれば例えばこれについては何を言ったのかということになっていくわけでありますから、それについては我々としては結果をお示しをしているところでありまして、いちいちのやり取りについては発言を控えさせていただきたいと、このように思います。片山和也君、いちいちのやり取りではなくて、政府がもともと後ろ盾にしてきたというんだったら除外を求めて当たり前のはずじゃないですか。そうしたんですかと聞いただけですよ。ですからその後ろ盾にギリギリの交渉をしてきたと言いますけれども、その証明は分かりません。本当にそのようにやってきたのか分かりません。国会決議にこれでは反しているのではないかと改めて断じざるを得ないと思います。そこで例外を勝ち取ったということも総理は言ってきました。続けてこの問題について聞きたいと思います。農業分野では関税撤廃を2割にとどめて国家貿易も維持した、またセーフガード措置も獲得してきたなどと総理は述べてきました。セーフガードについて伺います。セーフガードとは、輸入量が大幅に増えたら関税を元に戻して輸入を抑えるという措置です。牛肉について聞きますが、牛肉は現在関税が 38.5% です。この関税が16年かけて 9% まで減りますが、セーフガードを勝ち取れたから大丈夫だという趣旨の答弁で、その間に農家の経営体質を変えるとのいう話です。でそこで問題は、じゃあセーフガードの発動基準の時ですね、農家がどういう状況になっているかということを伺いたい。牛肉に関してですけれども、直近の国内供給量とうち国産と輸入量の比率、輸入量と比率について答弁してください。山本農林水産大臣。2015年の牛肉につきまして、供給量は82万トンでございます。うち国内生産量は33万2000トン、供給量に占める割合は 41%、 輸入量は48万7000トンで、供給量に占める割合は 59% でございます。委員長。片山和也君、今実際国産が供給量、在庫もあるといいますが、消費に占める割合は大体4割ぐらいということになるわけです。で16年後輸入量が増えていくことが、政府ガードの発動基準で増えていくことになりますが、16年後に輸入量がいくらになれば政府ガードは発動されるのでしょうか。また合わせてその時点での
牛肉の国内消費量は今より増えるとお考えでしょうか。山本農林水産大臣。現行の牛肉関税緊急措置の発動水準が前年比 17% 増とされている一方で、 TPP の牛肉セーフガードの発動基準数量につきましては、あらかじめ数量が決まっておりまして、発行1年目は近年の輸入量の約1割増に相当する59万トンでございます。2年目以降は毎年 1-2% 増加しまして、16年目には73万7500トンとなっております。発行後の牛肉輸入の見込みにつきましてでございますが、 TPP 交渉の結果、牛肉につきましては関税撤廃ではなく16年目に最終税率 9% として長期にわたる関税削減期間を確保しております。我が国以外の牛肉の需要が急激に現在伸びておりまして、他の輸入国との買い付け競争が激しくなるという予測でございます。当面輸入の急増は現在のところ見込みがたいと考えております。しかしながら関税削減等により長期的には国産牛肉の価格が低下することが懸念されておりますため、総合的な TPP 関連政策大綱におきまして、生産コスト削減などの体質強化対策を講じるとともに、セーフティーネットとしての経営安定対策の充実強化を図ることとしております。これらの対策を講じることによりまして、関税削減後におきましても外国産牛肉との競争が可能となるものでありまして、国内生産量は維持されると考えております。片山和也君。今対策の中身までを聞いているわけではなくですね、セーフガード発動基準がどのような意味を持つのかということを問いにして聞いていたわけですよ。セーフガードが16年後発動される基準というのは 73.8 万トンよろしいですよね。そして私聞いて答弁してなかったかと思うんですけども、その当時16年後に、牛肉の国内消費量は増えるとお考えですか。大臣、もう一度聞きます。大和農林水産大臣。牛肉の消費量につきましては予測がありませんけれども、2011年を契機としまして牛肉の消費は徐々に国内では伸びております。さらに人口の減少等もございますけれども、今の食味からいたしまして牛肉の消費は少しずつ増加する傾向にあるように思っております。片山和也君。人口減少の中、牛肉だけが、現状増えてきたというふうに少しずつ言ってますけれども、大幅に伸びることは普通でやっぱ考えられないと思います。でそこでですね、で仮に現時点と同じ消費量、供給量82万トンとした場合の資料グラフなどを、お渡ししています。最大輸入16年目の時に 73.8 万トンですから、消費量82万トンに占める割合は約 90% と数字上はなります。つまりこの時牛肉の自給率は 10% ということになります。これ自体はもう多くの畜産農家が淘汰された状況になるのではありませんか。つまりこんな状況でセーフガードを発動する意味があるのか。総理はソフィアセーフガードで勝ち取れたものをこの間言い続けてきました。このセーフガードだってそうです。これを勝ち取れたとなぜそう言えるんですか。安倍内閣総理大臣。関税撤廃が原則というですね、この TPP 交渉の中で特に農業分野について国会決議を先ほど申し上げましたように後ろ盾に粘り強く交渉しました。その結果ですね、牛肉については関税撤廃を回避することができました。そして16年目に関税が 9% になるという長期の関税削減期間を確保したところであります。またアジア地域を中心に我が国以外の牛肉需要が急激にこれは伸びていくわけでありますが、他の牛肉輸入国との買い付け競争が激しくなる可能性も踏まえて、
当面、牛肉の輸入急増は見込みがたいと考えているわけでありますが、まあ、例えばですね、2004年、世界のこの輸入牛肉の輸入量全体は342万トンでありますが、2014年は508万トンに増えております。まあ、これが2024年にはおそらく707万トンに増えていくだろうと、こう考えられているわけであります。まあ、例えば中国もですね、2004年は1万トンなんですが、2014年は78万トン、つまり78倍になっていったわけでありまして、それがさらに151万トンになっていくだろうと、こう見られているわけでありまして、まあ、こういう状況分析に基づいて今、私が申し上げましたように、牛肉の輸入急増はですね、見込みがたいと、このように考えているわけでございますが、万が一輸入がですね、急増するような事態が生じることに備えて、厳しい交渉の結果、セーフガード処置をですね、獲得をしたわけでございます。これについては、初年度の発動水準が近年の輸入量の約1割増とこうなっているわけでありますが、前年比 17% の牛肉輸入増で発動する、まあ、現行制度に比べてもですね、これは現行制度が牛肉輸入増 17% でありますから、これが1割 10% となるわけでありまして、現行制度に比べて発動しやすくなっていることが等からですね、輸入急増を抑制する効果は十分にあると、このように考えているところでございます。委員長、畑山和也君。今の答弁聞きますとね、まあ、諸外国などで牛肉の需要が増えているから、まあ、ここまでセーフガード下がっても大丈夫ですから安心してくださいというように聞こえますよ。自給率 10% になるまでセーフガードが、まあ、今年まで発動されない場合ですね、そういう結果があったときに、まあ、例外を勝ち取れたと、まあ、胸張って言える結果かというふうに農家は思っていると思いますよ。でそこでさらに聞きたい、セーフガードですが、農業セーフガードはこの牛肉以外に豚肉やオレンジなども対象になっているはずです。この農産品セーフガードはずっと保証されるのか、あるいは何年か後に撤廃されるのかお聞きします。山本農林水産大臣。TPP 交渉におきまして重要5品目の牛肉、豚肉調整品、ホエイのほか、オレンジ競争馬につきまして、セーフガード措置を確保いたしました。これらのセーフガードにつきましては、まずオレンジについて、発行後8年目でございます。豚肉調整品につきましては、発行後12年目でございます。競争馬につきましては発行後16年目にそれぞれ終了することとなっております。牛肉につきましては16年目以降もセーフガードが維持されるわけでございますが、4年間連続で発動されない場合は終了となるわけでございます。ホエイにつきましては21年目以降3年間連続で発動されない場合終了することとなっております。畑山和也君。つまりすべて期限付きであります。期限が来ればセーフガードがなくなることなどで明け渡すということになりはしないかと。でしかもこれは前の通常国会でも議論しましたが、16年目を待たずして見直しとなる可能性はあります。セーフガードについても市場アクセスのところで設置される小委員会、あるいは日本と5カ国によるいわゆる7年目の再協議では協議の対象にはなり得ることはお認めになりますね。山本農林水産大臣。もちろん再協議ですからどの分野を再協議してもいいわけでありますが、これは相手国があるわけでありまして、再協議するといっても合意するかどうかはこちらの権限でございます。委員長、畑山和也君。そこで最初になるわけですよ。交渉においてね、例えばお米のことでも重要5項目で除外を本当に求めたのかどうかもわからない。結果は除外なしだったではありませんか。総理の言う例外なるものも期限付きで、しかも再協議が迫られる対象にもなっているわけです。で総理はね、よく結果を見て判断してほしいというふうに言います。だ結果を見ればこのように中身がわからない、決議違反は明らかでないかと、それでも守られたと総理言えますか。
安倍内閣総理大臣。まあ、この、まあ、TPP においてはですね、これ、いわば関税撤廃が原則でありまして、農作物においては、まあ、98%、ほぼ 100% が関税撤廃になって、他の国々はですね、なっている中において、我が国は約2割のですね、例外をこれは獲得することができたわけでございます。また、セーフガード措置もですね、獲得することができたわけで、まあ、ございますので、我々としてはですね、国会決議にかなうものだと、我々はこのように考えております。片山和也君。今日のただ質疑では、そのセーフガードにおいても、実質にそれが発動されるときに支えになっていないのではないかと、私は指摘しました。その例外なるものが農家の支えになっていなければ、これは国会決議に反しているということを私は指摘させていただきたいというふうに思います。日本共産党は、経済主権、食料主権を脅かす TPP からの撤退を一貫して訴えてきました。最後に転換の方向について、今日は質問したいと思います。政府は TPP の下では、競争力が必要だ、また輸出で稼ごうと呼びかけています。先日の委員会で総理は、北海道の十勝川西長芋が台湾などで人気だと例に出して、まあ、いわば輸出の優等生のように紹介もされています。総理お聞きしたいんですけども、ではこの川西長芋どんどん輸出できるとお考えでしょうか。山本農林水産大臣。議員ご指摘の長芋の輸出でございますが、台湾、アメリカの西海岸を中心に薬膳料理の食材として人気が高く、平成27年には26億円と、この3年間で 50% 増と順調に増加をしております。こうした農林水産物食品の輸出につきましては、本年5月に策定いたしました輸出力強化戦略に掲げた施策を着実に実施しておりまして、ハードソフト面でインフラ整備を行う予算も計上しております。その意味におきまして、我々にとりまして、この戦略的な商品である長芋、これが伸びることを期待するところでございますけれども、平成20年に選果場についてハサップ認証を獲得しております。安全安心の面でも輸出先国での信頼を得ていると思っております。そういう意味で、今後全米やシンガポールなど新たな輸出先を開拓するなど、さらなる輸出の拡大に全力を挙げてまいる所存でございまして、薬膳料理のほか品質の高さ、積極的な PR、 需要競争に良い食材、大衆への売り込み等々で私は伸びるというように思っております。片山和也君。農畜産業振興機構 ALIC が野菜情報という冊子を出して、そこで各地の調査報告を出すんですよね。ちょっと古いんですが、2009年にこの川西長芋について調査をして、このように書いています。輸出先の開拓に取り組んではいるが、輪作体系の中に高収益作物を取り入れるというのが基本的な方針であるとして、 JA としては特別な生産体制を取るなどして輸出を重点に伸ばしていくのではなく、あくまで国内市場への通年安定出荷に軸足を置き、過剰生産に陥って値崩れしやすい国内市場の需給バランスを維持して価格の安定を図るというのは現地の方針なんです。日本は土地利用型農業であります。土地に制約されます。しかも同じものを続けて作れば連作障害というものが起きるのは大臣ご存知だと思いますが、長芋はその輪作体系の一作物なんですよね。だから長芋だけをもちろん作り続ければ連作障害が起きるし、急激にたくさん作れるというものではもちろんありません。特別な生産体制は取れないわけです。だから基本は国内の安定供給だと現地はそのように言っていて、農産物の輸出というのは戦略上の話であって、農業政策の基本は国内への安定供給、自給率向上にこそ基本に立つべきではないのでしょうか。そこで農業に多面的機能があることは先日の委員会で総理も述べていました。そうであるなら、暮らし、雇用、環境を壊すものでなく、各国の実情を踏まえたルール作りをすることで、我が党は貿易においても平等互恵の原則が必要だということを訴えてきました。かつて日本政府も WTO 加盟後に
国際社会へ提案する動きがあったのではないでしょうか。私手元に2001年ですが農水省がまとめた WTO 農業交渉という文書があります。その前書きに行き過ぎた貿易市場主義へのアンチテーゼとして自信を持ってこの提案を世界に示すと5つの提案をしています。1、農業の多面的機能への配慮。2、食料安全保障の確保。3、農産物輸出国と輸入国に適用されるルールの不均衡の是正。4、開発途上国への配慮。そして5、消費者市民社会の関心への配慮を求めるものであると書いています。食料安全保障の確保ですよ。最後ですから総理に聞きます。行き過ぎた貿易市場主義には日本政府が自ら警鐘を鳴らしていたのではありませんか。総理は TPP のメリットばかりを強調しますが、進むべき道は TPP ではなく食料自給率の向上、食料安全保障、この道ではないのですか。安倍内閣総理大臣。まず我々はこの輸出とかですね、貿易市場主義ではないということは申し上げておきたいと思います。食料の安定供給に将来にわたってをですね、将来にわたって確保していくことは国民に対する国家の基本的な責務であり、国内農業生産の増大を図り食料自給率と食料自給力をともに向上させていくことが重要であるとお考えています。安倍内閣では農業の成長産業化を実現するため農地集積バンクの創設、また輸出促進や独自産業化、60年ぶりの農協改革など農政全般にわたる抜本的な改革を進めてきております。そして、TPP でございますが、関税撤廃が原則という、TPP 交渉の中で先ほど申し上げましたように農業分野においては、重要5品目を中心に関税撤廃の例外を確保し、さらにはセーフガード等の措置も獲得したところであります。それでもなお残る農業者の方々の不安を受け止め、安心して再生産に取り組めるよう、総合的な TPP 関連政策大綱に基づきまして、攻めの農業への転換に必要な体質強化策を順次講じるとともに、重要5品目の経営安定対策の充実を図ることとしたところでございます。またさらに、TPP によりアジア太平洋に巨大な経済圏が生まれることはですね、これ日本の農業にとってはチャンスで、あるわけでありますが、先ほど、長芋について、お話がございました。供給量に、制限がある。これ農業は、工業製品と、違うのは事実で、ございます。しかし販路がどんどん拡大されていく中においてですね、ブランド化が進めばこれはそこで品薄になれば当然需要と供給でありますから、価格が伸びていくということも十分に考えられるわけでございます。量として増やすことはできなくても収入を増やすことは十分に可能なのではないかこう思うわけでありまして、平成24年、我々が政権を取る前から平成27年と比べますと、例えば牛肉においても51億円の輸出が110億円という場合になっておりますし、お茶も51億円から101億円、リンゴは33億円から134億円、300% 増となったわけでございまして、しっかりと、挑戦しなければ結果が得られないということではないかと思うわけでありますが、引き続き、農政改革を進め、農業の成長産業化を実現していくと同時にですね、農業の多面的機能をしっかりと我々も重視していきたいと、このように思っている次第でございます。片山和也君。最初に言いました新潟で、その農政全般改革に対して厳しい目が向けられていると、私は初めに言ったばかりですよ。今年の農業白書に次のように書いてます。我が国は引き続き多様な農業の共存を主張し、食料輸出国と輸入国のバランスの取れた農産物貿易ルールの確立を目指していくこととしていますと。 TPP とは明らかに違う道だと思います。農業だけでなく林業漁業、そして暮らしに直結する医療や保険共済などたっぷりと TPP は質問しなければいけないことがあります。徹底審議を求めつつ、経済主権、食料主権を奪うような TPP には反対であることを表明して質問を終わります。